こんにちは、アンティークコインプラネットでございます。今月も新着コインの方を YouTube でご紹介させていただきたいと思います。10月はオークションがたくさんありましたので、まだ届いていないコインもいくつかあるんですが、ひとまずある程度揃ってきましたので、こちら紹介をさせていただければと思います。後ほどまた1枚ずつ見ていければと思います。今回もなかなか素晴らしいコインが集まっております。気になるコインがございましたら、またいつものように LINE なりメールなりしていただければ先行案内が可能でございますので、皆さんのご連絡お待ちしております。では早速1枚ずつ紹介させていただきます。まずはじめにですね、こちらエリザベス2世、エリザベス女王の戴冠記念メダル MS64 でございます。非常に美しい一枚となっております。表面にはエリザベス2世が、裏面はこちらですね、キンガム宮殿のデザインとなっております。こちらサイズの方は 15.87g ということで、ゴダカットサイズほどの体感メダルとなっております。実は今回ですね、同じデザインの大型、こちらですね、76g ということで、こちらの超大型のゴールドメダルの方も用意をしております。同じデザインになっております。でこちら2枚比べてみるとですね、大型の方がもちろん希少価値としては高いんですけども、デザ、状態はですね、 MS64 こちらの小ぶりの方がはるかにいいというのがお分かりいただけると思います。大型の方はですね、SP60 という鑑定はついておりますけども、少しちょっと傷の方が若干目立つような形にはなっております。ちょっとどちらを選ぶかというのは非常に難しいところだとは思うんですけども、どちらも大変希少なメダルとなっております。続きましてこちらはバチカンのローマ教皇、こちらはですね、パウロ6世、1963年から1978年まで在位をしました。パウロ6世の18タカットサイズのゴールドメダルでございます。こちらも非常に重量感があって、バチカンのローマ教皇のメダルに関しましては何枚か当店でも販売させてもらったことがあるんですけども、今後非常に楽しみなジャンルの一つではないかなと思っております。続きましてこちらイタリアのジューゼッキーニ金貨でございます。 AU58 というグレードがついております。こちらのジューゼッキーニは先日の日本のオークションワールドでなんと AU58 が340万でしたかね、で落札されるというビッグサプライズが起きましたけども、もちろん今回はその価格よりもはるかに安い金額でご案内させていただける予定でございます。イタリアのこちらのジューゼッキーニも非常に人気の高い一枚でございます。続きましては私も大好きな一枚、ヨーゼフ1世の、幸運の天使100コロナ金貨、オリジナルの MS63 というグレードでございます。63はなかなか出てこないですね。当店でも62、MS62PL は販売させてもらったことがありますが、 MS63 は初登場でございます。こちらの裏面の、天使の像がなんとも美しい一枚でございます。ヨーゼフ一世といえばですね、雲上の女神が有名でございますが、こちらの幸運の天使、そしてもう一枚ご用意してますけども、こちらのハンガリーの戴冠40周年記念、こちらも私も大好きな一枚となっております。エッジの部分が非常に綺麗な一枚でございます。裏面が戴冠式の様子が描かれております。ヨーゼフ一世はですね、ザ・アンティークコインと言ってもいい国語だと思いますけども、非常に素晴らしいコインがたくさんございます。続いてはヨーゼフ一世絡みでもう一枚珍しいメダルをご紹介させていただきます。こちら1915年、オーストリアとドイツの軍事同盟を記念して作られたメダルでございます。表面にはヨーゼフ一世、それからプロイセン王国、ドイツ帝国のベルフェルム2世が描かれているという、非常に歴史的には価値が深い一枚となっております。裏面は2つの王冠ですね。
ちらはまあ第一次世界大戦の、引き金となったですね、ビルフェルム2世と、それから、ヨーゼフ1世の、メダルとなっておりますので、まあ小ぶりの金貨ということで、まだまだ非常に安く入手ができるんですけども、これはかなり過小評価されている一枚ではないかなと私は思っております。そしてもう一枚、ビルヘルム2世の戴冠記念メダルをご用意させてもらっております。ビルヘルム2世はプロイセン帝国、ドイツ帝国の皇帝でございます。第一次世界大戦に突っ走ることとなった皇帝でございます。こちら裏面がですね、これプロイセン王国独特のデザインなんですけども、非常に美しい一枚でございます。こちらも希少性が非常に高いメダルでございますので、おすすめでございます。ではどんどんいきたいと思います。続きましてこちら、カール6世レーゲンスブルク都市景観ダガット金貨でございます。表面カール6世、こちらはですね、マリア・テレジアの父親でございます。純粋なハプスブルク家の君主ということで、非常に価値の高い一枚でございます。そして裏面が非常に綺麗な人気のレーゲンスブルクの都市景観でございます。都市景観いろいろと種類がございますが、やはりこのレーゲンスブルクの都市景観、一番人気となっております。ダカットサイズではございますが、かなり価格の方が上がってきてまいりました。まさにまあ王道のアンティークコインといったところではないでしょうか。非常におすすめな一枚でございます。続きまして、イングランドのノーブル金貨、3枚ご紹介させていただきたいと思います。1枚目は、エドワード3世、ノーブル金貨の創設者でございますね。MS63 というハイグレード品でございます。動画でお分かりいただけますでしょうか。非常に状態がいいものとなっております。顔がくっきり残っております。大変美しい1枚でございます。ノーブル金貨はあと2枚ほど用意させてもらっておりまして、次がヘンリー5世でございます。こちらも負けず劣らず、状態はこちらの方がいいかもしれないですね。ヘンリー5世のノーブル金貨 MS63 でございます。こちらも顔がくっきり残っております。ご覧いただけますでしょうか。非常に美しい一枚です。ノーブル金貨3枚目、こちらはヘンリー6世のノーブル金貨になっております。こちらも顔がくっきりということで MS62 でございますけども、先ほどの MS63 と全く引けは取らないですね。ノーブル金貨はやはり肖像の顔がしっかり残っているかどうかでございますので、今回3枚とも非常に素晴らしい状態となっております。大変おすすめでございます。もう少しグレートプリテンが続きます。こちらはですね、ビクトリア女王のヤングヘッドですね、こちらのクラウン銀貨でございます。 AU55 ということで、まあ至ってノーマルなグレードでございます。塔もそれほどついておりませんので、こちらはまあ価格勝負ですけども、安価で入手ができるかと思います。クラウン銀貨に関しましては、プルーフのタイプはもう超高額となっておりますけども、こちらの MSAU のグレードに関しましては、まだまだ安価で入手ができます。まあ、1枚保有しておいてもいいんじゃないかなというような1枚でございます。そしてこちらですね、まあ、イングランドの今回の目玉と言ってもいいかもしれませんけども、幻の国王エドワード8世の皇太子記念メダルでございます。以前こちらのシルバーメダルをご紹介させていただいて、オークションに出させてもらったことがあるんですけども、こちらのゴールドタイプでございますね。非常に珍しい一枚でございます。1911年にジョージ5世が戴冠した際にエドワード8世が皇太子となるんですが、そちらの記念のメダルでございます。エドワード8世は英国史上最短の在位で退位をしましたので、コインがほとんどございません。こちらのメダル、それから戴冠メダルですね、退位メダルというのもございますけども、このあたりが一つターゲットとなってくる一枚でございます。大変おすすめな一枚でございます。
続きましてフランスに行きたいと思います。こちらはご存知ですね。1869年ストラスブールミントのナポレオン3世シャクフラン金貨 MS63 でございます。価格高騰の著しいナポレオン3世の100フランを用意いたしました。発行年度が1869年の BB ということですので、発行枚数は最も多いレベルになりますので、タネットと比較すると1割2割ぐらい安く入手することができます。それでもかなりナポレオン上がってきてしまいましたので、 MS63 もなかなか出てくることがなくなりました。こちらも王道の1枚でございますね。状態も非常にいいです。フランスが続きます。続きましてこちらも当店で大人気のルイ13世のルイドール金貨 MS63 というハイグレード品でございます。 MS63 はなかなか出てこない一品でございます。ルイドールということでございますけども、ルイ13世は2ルイドール金貨ですらもう最近はめったに見れなくなってきました。こちらのルイドール金貨、大変おすすめな一枚でございます。かっこいいですね。フランス最後はルイ16世の2ルイドール金貨 MS65 という超ハイグレード品でございます。ルイ16世はですね、ルイドール金貨はまだ投資対象とは言えませんけども、こちらの2ルイドールに関しましては MS63 以上ぐらいは欲しいですけども、今後非常に楽しみなジャンルでございます。65というのはかなりのハイグレードになりますので、こちらもおすすめできる1枚でございます。続いてはスイスですね。こちらご存知、1925年のスイス100フラン金貨、通称ブネネリと呼ばれる金貨でございます。 MS65 ということで、かなりのハイグレード品でございます。非常に美しいですね。裏もバッチリでございます。やはり女性が描かれている金貨というのは非常に価格が伸びやすいという傾向がございます。こちらですね、まもなく発行から100年経つ100フラン金貨でございます。スイスを代表するアンティークコインということで、非常に今後が楽しみな1枚でございます。こちらもやはり MS63 以上は欲しいかなというところでございますけども、今回は MS65 ということで、かなりのハイグレード品となっております。続きましてスペインのフェリペ2世のコインを2枚ほどご紹介させていただきます。1枚目はこちらですね、フェリペ2世の4エスクード金貨 AU53 でございます。こちらコブコインと呼ばれております。お宝というようなイメージのコインでございますけども、フェリペ2世と言いましたら、スペイン黄金期ですね、太陽の沈まない国と称されたスペイン黄金期の国王でございます。コインの方があまりありませんので、かなり希少性の高い1枚でございます。まだまだ過小評価されているコインだと思っております。続きましてこちらは、フェリペ2世を代表するコインの1枚ですね、1ドッピア金貨でございます。6グラムほどの小ぶりな金貨でございますけども、フェリペ2世の肖像が描かれているということで非常に人気がございます。今回動画には載らなかったんですが、実はこちらの2倍のサイズ、2ドッピア金貨というものを今回入手いたしまして、すでに制約となってしまったんですけども、すごい金貨が1枚出てきました。こちらは1ドッピア金貨ということで、通常のサイズの金貨になります。まだまだ安価で入手できますので、こちらも非常におすすめの1枚でございます。長くなりましたけどこちら最後でございます。こちらオランダの1デュカトーン銀貨ですね、シルバーライダーと呼ばれる銀貨でございます。少しこちらスラブが欠けておりますけども、 MS62 ということで裏面がかっこいいですね。少し塔も入っているような状態でございます。デュカトン銀貨の方もですね、今後が非常に楽しみな1枚でございます。ぜひゴールドライダー14ギルダーと一緒にセットで持っていただけると、いいんじゃないでしょうか。楽しみな1枚です。
いかがでしたでしょうか。長い時間お付き合いいただき誠にありがとうございます。基本的には一発撮りで撮ってますので、途中噛んだりですとか間違ってること言ったりとかしたこともあるかもしれませんが、ご容赦いただければと思います。こちらのコインですね、もちろん順次、掲載はさせていただきますが、まあ、LINE や、メールの方でお問い合わせいただけると、こちらも大変助かります。来月もまた、オークションがどんどん開かれていきますので、次々と新しいコイン出てくるかと思いますけど、少しでもですね、安く皆様にご案内できるようにまた頑張りたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。